フィリップ・キルコロフは、ロシア連邦の歌手、俳優、プロデューサー、司会者、ワールド・ミュージック・アワードのワールズ・ベスト・セーリング・ロシアン、アーティストを5回受賞している。1967年4月30日、ブルガリア人民共和国のバルナにて生まれる。父親は、ブルガリアの歌手で、アルメニア出身のベドロス・キルコロフで、母親は同じくブルガリアの歌手、ビクトリア・キルコロフ。 1984年にグネシン音楽大学に入学し、1988年に卒業した。彼の音楽スタイルは様々な西洋の音楽の影響を受けており、ロシアのポップミュージックの主流となっている。また、1990年代から2000年代の他のロシアのセレブリティと同じように、ロシアの他のアーティストと頻繁にコラボレーションを行った。 1988年、彼はロシアで著名であった歌手のアーラ・プガチョワと初めて会う。プガチョワは新年のコンサートショーに彼を招待し、翌年、彼はプガチョワと一緒にオーストラリアとドイツでツアーを行った。また、ロシア全土で行われる今年の曲のコンペティションでファイナリストを獲得した。1990年、レニングラードで行われたマイナス90という大会において、 全という曲でグランプリを獲得。1992年、ミュージックビデオがミュージックビデオオブザイヤーに選ばれ、彼の人気がロシア国外に広がり始める彼はアメリカ合衆国、カナダ、ドイツ、イスラエルでツアーを行った。1993年、彼はロシアのベストシンガーオブザイヤーを受賞するとともに、ブルガリアの国際歌唱コンクールである。 ゴールド・オルフェウスにおいて優勝した。翌年、彼は、エンゲルベルト・フンパー・ディンク、トム・ジョーンズ、フランク・シュナトラ、ポール・アンカ、およびエルビス・プレスリーのカバー曲を含んだ、アルバム、私は、ラファエルではないを発表した。このアルバムには、リバースという曲が入っているが、後に彼はこの曲は、アーラプ・ガチョアへのラブレターだったと述べている。百九十四年に彼は、 アーラ・プガチョワにプロポーズし、プガチョワはこのプロポーズを受諾。1月13日にモスクワで結婚を発表。3月15日、サンクトペテルブルクにおいて市長により結婚が登記された。5月15日にエルサレムで結婚式が行われた。1995年、ダブジンで開催されたユーロビジョンソングコンテストにおいてという曲で、 ロシア代表として挑んだが、17位に終わった。ユーロビジョンソングコンテストにおいては、彼は2007年の大会では、ベラルーシのドミトリー・コールドンの曲、ワーク・ユー・ア・マジックを共同で制作したり、また、2008年の大会では、ウクライナの兄・ローラクの曲、シェーディ・レディーも手掛けている。彼は、ブルガリアのテレビのオーディション番組、ミュージック・アイドルの第2期の審査員でもあった。 ベールカセルジューチュカのビデオ、ルーリミにおいては、カメオ出演も果たしている。母国語である、ブルガリア語以外に、ロシア語、スペイン語と英語に堪能である。2012年、娘のアーラ・ビクトリアがマイアミで生まれ、父親となった。娘の名前は妻アーラ・プガチョワと、彼女の母親ビクトリアから名付けた。2012年12月、彼は、ジーマ・ビラーンやワレリー・セアトキンといった。 ポップスターと一緒に同性愛の宣伝を禁止するサンクトペテルブルクの法案を批判する公開書簡に署名した。自身の出場以外に2021年までに旧ソ連諸国の代表曲のソングライターとしてユーロビジョンソングコンテストに7回出場した。彼はキャリアの大部分において悪役のイメージを維持しており数多くのメディアで論争を巻き起こしている。 最も悪名高いスキャンダルは2004年5月20日にロシアのロストフなどぬで起こった事件である。記者会見において多くの曲においてアメリカとヨーロッパのヒット曲をカバーしている理由を尋ねた女性ジャーナリストのイリーナ・アロハンを彼はロシア語のスラングを用いて侮辱したのである。そして彼はアロハンに対してあんたのピンクのブラウス、胸、そしてマイクにはもう飽き飽きだよ。 と言い放ち、記者会見が行われていた部屋から出るよう要求した。そして、彼女が退出すると、彼のボディーガードは退出した彼女を攻撃し、彼女のテープレコーダーを破壊した。この事件は、マスメディアにおいて大きく取り上げられ議論となった。2004年8月11日、ロシアの刑法130条の侮辱罪に当たるとの判断が下され、 彼には6万ルーブルの罰金が課された。2004年のウクライナ大統領選挙では、候補者であったビクトリ・ヤヌコービチが開催した、コンサートに、ブルガリアの有名歌手であったキルコロフの父ベドロス、キルコロフが招待され、ウクライナの人々に対し対立候補であったビクトル、ユシチェンコへの投票をするよう間違って呼びかけ、聴衆から喝采を浴びた。また、 ロシアのロック歌手とロシアのロックバンド DDT のフロントマンであるユーリシェフチュクとの論争の末にキルコロフがボディーガードを送り込んで公共の場で彼らを攻撃したという事件もあった。その理由についてはシェフチュクがキルコロフや彼の妻、彼の口パク疑惑に対して攻撃的な態度をとったことであると報じられた。2009年5月15日 彼は2009年のユーロビジョンソングコンテストにおいて、ギリシャ代表のサキス・ルーバスと一緒にカメラに向かってポーズを取ったり、ノルウェー代表のアリャクサンドル・ルイバークと一緒に夕食を食べていたことが判明し、ロシアの審査委員長を辞任した。さらに、キルコロフは彼とルーバスがもう何年も個人的な友人であったことを認めた。審査員の公平性が損なわれたとみなされるため、 彼はこの情報が公開されることによって審査委員長を辞めざるを得なかった。2009年9月3日、彼は金色のスーツに身を包んで臨んだ悪名高い2008年の音楽賞においてカメラを取り上げている瞬間をジャーナリストによって別のカメラで撮影された。この行為は強盗と解釈されれば法律により2から7年の投獄及び重い。 罰金刑にされていたところであったが、この告発は中断された。キルコロフはこの行為はジャーナリストによって誘発されたものであると述べた。2010年、彼がパフォーマンスで群衆の間を歩いている際に女性の観客にぶつかっている様子が見られた。2010年12月4日にはコンサート会場での照明への不満がもとでアシスタントの女性を叩いたとされる事件が起こった。 その女性がキルコロフに対して訴えると脅したことで、キルコロフはイスラエルに逃亡し、精神病院に入院した。2010年12月7日、彼は公式ウェブサイトにおいて、心理的な問題があったと認め、女性に対して謝罪した。ロシアの俳優、ニキータ・ドジガーダは、トーク番組の最中に、キルコロフを含む著名なロシアのポップ歌手の前で、異性愛者の立場ではないことをほのめかした。 ドジガーダは、出て行け。手遅れになる前に、ここから出て行け。と警告して番組は終わった。2016年11月29日、ロシアのメディアは、フランスのミュージシャンディディエ・マローアニが、モスクワで教養及び名誉毀損の罪で、ロシア警察により拘束されたと報じた。この拘束は、キルコロフの苦情に基づいて行われた。マローアニの著作権に関する考えが、 キルコロフと一致しなかったことが原因であるファイ・リバースデー・アズ2017年7月7日閲覧 PC アルメニア・ RU2017 年7月7日閲覧 W-O-R-L-D-B-E-S-T-B-E-U-I-DOT-COM サインズ A パートナーシップアグリーメントウィズロシアンメガスター2ブランドイッツネームイースタンヨーロッパアジア プロテキスト、二千十七年七月七日閲覧。ロシアン・ポップスターズ・チャイム・イオン音。ソドミテ・プロパガンダ。R. I. N. O. ボスチ。H. T. T. P. コロンスラッシュスラッシュ E. N. ドットリアン。R. U. スラッシュロシアスラッシュ二零一二一二二零スラッシュ一七八二九四九四零度。と、H. T. M. L. 二零一七年七月七日閲覧。ヨーロビジョン・ソング・コンテスト。 フィリップ・キルコレブ・ヒート・パラダ、CH。ヒート・パラダ、CH。2021年6月9日閲覧。シモノフ、ウラジミール、ポップ・アイドル&、映画ール、ロシアン、スタイル・スキャンダル。プラウダ。http://english.pravda.ru/.science/.57605-0/.2017 年7月8日閲覧。 マーフィー、キム、ロシアンポップスターホーリング、オフチャーツオーバーヒズインスルト。ロサンゼルスタイムズ。http スラッシュスラッシュ .latimes.com スラッシュ2004スラッシュオーガストスラッシュ12スラッシュワールドスラッシュ fg-popstar122017 年7月8日閲覧。ウクライナ TV、ストークスイレクションバトル。 b b c ニュース、BBC news, h t t p n e w s b b c c o u k スラッシュ1スラッシュイスラッシュワールドスラッシュヨーロッパスラッシュ 3747594.stm2017 年7月8日閲覧。税。2009年5月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年4月10日閲覧。ファイ税。 二千七年十月二十日時点のオリジナルよりアーカイブ。二千七年九月二十七日閲覧。アダムズ、ウィリアム・リー、ハウザ・ウエスト・ウォン、ノルウェー・テイクス・ザ・クラウン・アット・ヨーロビジョン。タイム。http コロンスラッシュスラッシュ www.time.com スラッシュタイムスラッシュアーツスラッシュアーティクルスラッシュ例。九十九百八十九万九千百十七 0 0 html2017 年7月8日閲覧。ファーストジュリースキャンダルロシア、フィリップ・キルコレブ・リザインズ・ワズ・ジュリー・ボス。2009年5月16日時点のオリジナルより、アーカイブ。2009年5月15日閲覧。ファイゼーに、7、ニュースムーシク、RU 2017年7月8日閲覧。 ロシアンスーパースターキーピングヒズピンプハンドストロングアンドヒズビッチズインライン。ライブリーク2017年7月8日閲覧。ウィリアムリー・アダムズロシア S ・フィリップ・キルコレブ・フリーズ2イスラエルアフター・アレッジド・スラップ・アタック。ウィウィブログズ2017年7月8日閲覧。ファイゼーコメルサント http://www.kenomer.sant.ru スラッシュドックスラッシュ1556477820177年7月8日閲覧。youtube ハット、ホワイトモフォビック、ロシアラブズ・ジェンダー、ベンディング・ポップスターズ。ザ・トランティック、2017年7月8日閲覧。キルコレブ・プレチャリズムロー。 フレンチディスコミュージシャンヘルドインロシア。BBC ニュース。2017年7月8日閲覧。フレンチコンポーザーディテインドイン。モスクワインプレジャリズムロー。FOX ニュース。2017年7月8日閲覧。w a r of w o r d s プレジャリズムローロイルズフレンチロシアンポップスターズ。デイリーメール。2017年7月8日閲覧。 フレンチミュージシャンヘルドインロービズロシアンポップスター。スカイニュース2017年7月8日閲覧。ありがとうございます。